皆さんこんばんは。アキラン世界を元気にするスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、やる気が出ない時の意味とするべきたった一つの行動ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、やる気が出ないというのはどういうスピリチュアル的意味があるのか、そういうことがわかりますのでね、最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、皆さんね、やる気が出ない時って誰にでもあると思うんですよ。僕でもね、たまにあります。結構ね、前向きにガンガンやっていくタイプなんですけども、なんか急にね、やる気が出なくなってんの、どうしようかなってなる時ってあるんです。まあそういうふうなことってみんなに起こることなんですけども、こう、なんかね、例えば病気になったりとかそういうことで、あ、ちょっとやる気が薄れてしまうというようなことがあってもですね、それはわかりますけども、特に何の問題もないのに、なんか急にやる気が出なくなってどうしようかなと思うとき、またそれがずっと長く続いてる人って結構いるんですよね。僕もこういうなんか人の相談をよく聞いていて、あきらさん、やる気がどうしても出ないんですけど、しかも長いんですけど、これどういうことなんでしょうかっていう人っているわけなんです。はい。まあこういうときっていうのはですね、実はスピリチュアル的に見てですね、意味が2つあるわけなんですね。その2つっていうのはどういうものかっていうと、まず一つ目が、体とスピリチュアル的エネルギーが少なくなってしまっている状態になっているってことです。これはどういうことかというと、例えば体の方だと、まあ皆さんね、すごくなんかこう仕事が忙しかったり、やりたいことがあって、もう夜ね、もう寝なくて、4時間とか毎日寝ないとかっていう人いますよね。まあやる気があるからそれでいいやと思ってるけど、やっぱり体はしんどいわけですよ。体をどんどん寝たいのに寝てくれよって思ったりしたりするわけなんですね。そして休みを取ってくれっていうことを言ったりする。そういうことで体のエネルギーがどんどん減っていってるっていうことになってる。そしてスピリチュアル的に見るとどういうことが起こってるかっていうと、こうエネルギーをですね、例えばわーっともうここに向かおうって思ったりですね、強い思いがあるところにエネルギーがいってんですけども、その他のところがおざなりになってですね、まあもうこの必要なところを全然こう充電することとかを忘れていたりして、このエネルギーの流れみたいなのがこう、少なくなって、うまく回らなくなるっていうことが起こっているっていうことなんですね。はい。そしてもう一つ、二つ目はですね、どういうことが起こっているかっていうと、この今の状況、ね、皆さんが今進んでいる、進もうとしているところの状況がですね、間違った方向に進んでいるっていう時も、こういうふうにちょっとやる気が出ないっていうことが起こったりするわけなんですね。はい。これはやっぱりこう、バーって進もうとしてるんだけども、そっちじゃないでしょうっていうことで、どんどんこう先に進むのを止めるためにですね、なんとなくやる気が出ないっていうようなことに起こっていくっていうことがあるわけなんです。はい。まあこういうことが起こってるわけなんですけども、じゃあ、このやる気がないっていうのを脱出するにはどうすればいいのかっていうとですね、それは実はたった一つの行動をすればいいわけなんですね。はい。それは何かっていうと、実は、頑張るのをやめて、そして自分自身が欲していることをしてあげるということなんです。はい。これはまあ、具体的にね、どういうふうにしたらいいのかっていうことを今日はですね、実は3つ、皆さんに方法をお教えしたいと思います。はい。まず一つ目はね、体の要求を満たしてあげるということです。はい。先ほども言いましたよね。やっぱりね、体がどんどん疲れている、それに気づかないことっていうのがあるわけなんですよ。だからもう本当にね、あ、最近寝てなかったなと思ったら、もうすっごいいつも眠いと思ってたら、もうとにかく寝るっていうことで、寝てあげるっていうことで、できればそういう時間を多く取るように、こう、改善していくっていうことですね。または、食べたいもの、欲しいものを食べるとか、こういうことを、自分の体が欲することを満たしてあげるということですね。はい。だからいつもこういうものをゆっくり食べたいな、こういうものを食べたいなと思ってるけど、もう忙しかったりして、いつもなんかお茶漬けだけでとか、カップラーメンで終わらせてしまう。そういうことではなくって、ちゃんと時間もとって、こう、体が食べたいと思ってるものを食べさせてあげる。まあ、そういうようなことをやってですね、体の要求を満たしてあげる。そしてエネルギーをこう、もう一度、少なくなっているのを多く仕上げるってことが必要ってことですね。はい。そして二つ目はですね、嫌なことを言っ
旦やめるってことです。これはどういうことかっていうと、こう嫌なことをしているときっていうのは、そこにね、わーってエネルギーを使ってるわけですよ。だからこう、例えば仕事がね、すごい嫌なの、あの上司と、もうあの嫌ーって思いながらずーっといるとですね、仕事のときだけじゃなくって、もう家帰ったり、もう家に帰る道ってもずーっと、あ、嫌だ、嫌だって考えてるでしょ。こういうなんか、うわーって自分の頭の中がですね、嫌なことで占領されてしまうと、そこに実はめちゃくちゃエネルギーを使ってるわけなんですね。はい。そういうことをすると、どん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 、こう、スピリチュアル的なエネルギーがそこにうわーっと使われてるわけなんですよ。はい。だから、こういうふうにですね、それも女の、先ほどの体と同じようにですね、他に必要なエネルギーとか、ここを満たしてあげる、考えることがあるのに、そこにエネルギーが行き届かずにですね、ここでうわー使ってしまって、あとはもうどうすんのっていうような感じの状態になってるわけです。はい。だから、こういうふうなことが起こってる時はですね、一旦もう嫌なことはやめようということです。もう仕事がね、すごく嫌。でも本当にもう病気なんじゃないかとかと思うような時だったら、もう一旦やめる。またはまあ、休むということを取る。そういう選択をするということですね。はい。そういうことをすることで、この、わ、嫌だ、嫌だって言ってるところが、こう取り置かれるとか、ね、外に置いておくっていうような状態になる。そしてもう一度こう自分のエネルギーを調整するっていうことが必要になってくるっていうことなんですね。はい。そして三つ目はですね、好きなことの形を見直すっていうことです。これね、意外と多くの人がなってて気づかないことが多いんですけども、これはどういうことかっていうと、まあね、皆さん好きなことをやってると思ってるじゃないですか。でもやっぱり、あれなんでだろう、好きなことやってんだけど、なんかやる気が出ないなんていう時ってありますよね。これはどういうことかっていうと、ね、さっき言ったみたいに、やっぱり自分の、こう、進むべき道と、ちょっと方向性が違うよっていうような形になってるわけなんです。これに気づかないといけないわけなんですね。例えば、ヒーラーになりたい。私も本当多くの人を助けたいと思ってですね、動き始めた人がいます。でも自分がそれをやりたい。もうやり始めたらすごく楽しい。そして多くの人が来てくれるようになりました。すごく嬉しいですよね。で、こうどん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 忙しくなってくるとですね、もう本当に人が多くなってくるから休むこともできなくなってくるし、あとこう1時間ね、ゆったりこう来てくれる人とね、向き合って、ヒーリングもしてあげてですね、話も聞いてあげてっていうのをやってあげたい。それが理想的だったのに、あまりにも忙しすぎて、どん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 、こう30分で、じゃあもうちょっともう、ね、本当は違うけど、やりたくないけど、もう仕方ないからって変えていったりとか、あとは第三者の人がポッと入ってきてですね、自分の全然やりたくない方法とか、まあね、そういうことをこう、敷いてあげられてですね、じゃあまあやってみようかって感じで動いて、自分のもう欲しい、姿とは全然違うものになっていく。そういうことって結構あると思うんですね。こういうことが起こってしまうと、結局先ほども言ったみたいに、スピリチュアル的に、いや、ちょっと今そこは進んじゃいけないでしょう。もう一回ね、立ち止まってみなさいということで、このやる気が出ないということが起こってくるということなんですね。はい。ですから、こういうふうにですね、やりたいことやってるのになんでやる気が出ないんだろうって思うときはですね、ちょっと一旦立ち止まってもう一度自分を見直すっていうことが必要なんですね。で、あ、こういうなんか、私こういうふうにしたい。ここやっぱり違うじゃんね。みんな気づいてると思うんですよ。なんか違うな、なんか違うなと思いながらやってることってあると思うんですね。まあ、それがどう、と続いていけばですね、結局スピリチュアル的にちょっとここで立ち止まりなさい、そこから前に進む必要ないでしょっていうような感じでやる気が出ないということになってくるということです。はい。ですからこういう時はちゃんと見直して、自分のやりたいことをちゃんと整理してまたやっていくということで、またやる気が出てくるということにつながるということですね。はい。まあこういうふうにですね、やる気が出ない時っていうのは、体の欲求をまず満たしてあげる。そして嫌なことをやめましょう。そして自分の好きなことなんだけども、形がこれでいいの、ちょっと違うなと思ってるところ、そういうところを見直していくっていうことで、どん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 また変わってくる。エネルギーが自分の中に湧いてくるっていうことにつながるっていうことなんですね。はい。自分がね、やる気が出ない、どうしたらいいんだろうと思う方は、ぜひこういうふうに試してみていただきたいなと思います。このようにこの番組では、スピリチュアルとか芸
のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてね、TikTok のライブをよく毎晩のようにやってるんですが、そこでもね、よく聞かれるのが、皆さん、なんかスピリチュアルってなかなかね、目に見えないものだから信じられない。どうしたらいいんでしょうかっていう方がたくさんいらっしゃいます。そういう方はね、おすすめなのはですね、僕が、無料メルマガでご紹介している5日間でオーラを見る方法を伝授ですね。ぜひこちらを見ていただきたいなと思います。こちらのはですね、下の概要欄に書いております。そこに、名前とメールアドレスを登録していただくとすぐに、登録ができるようになってます。そして5日間ずっとメールが来るんですね。で、3日目ぐらいから動画が始まるんですけども、その通りやっていただくと、大概の方はこう見れるようになるんです。自分がオーラが見えるようになるとですね、やっぱり、あ、そういうものってあるんだなって、すごく信じやすくなると思うんですよね。はい。ですから、このオーラを見る方法、皆さんね、ぜひ登録していただき、練習をしていただきたいなと思います。それでは、今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ラブ注入届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。